ピー・ポンポナッツィ、ピエトロ・ポンポナッツィは、イタリアの哲学者、人文学者、マントバに生まれる。はじめは、パドバ大学で学び、さらに十数年その大学で講義する。1509年に大学が戦争のために閉鎖されると、フェラーラ大学に移り、ついでボローニャ大学で教えるようになる。アフロィシアスのアレクサンドロスの影響を受け、魂の不死を否定。人間の魂は、 体の死と共に絶対的には死ぬものであること、ただ相対的にのみ不死であると説いた。相対的に不死とは人間の魂が理性的能力によって永遠の真理を知る、売る限りにおいて不死性に預かっているということだ。19世紀の文芸批評家でサンクティスはポンポナッチが天国と火壊のつながりをコッパミジンと砕いた。 彼こそはこの世紀の真の標語であり、秘密であり、不真面目で、唯物主義的な社会の哲学的良心だったと、表している。神の善能、善知、善生への信仰と、悪に対する人間の責任は矛盾しており、両立できない、という理由から、意志の自由を否定した。もし意志が自由だとしたら、それは外的原因なしに、 全く自分自身から動くと考えなければならないが、ポンポナッツィの考えでは、神以外には、動かされずに動かすものは存在しない。ポンポナッツィは、神学上の真理と哲学上の真理を分けて考え、良きカトリック信者としては前者に従い、実際の判断基準は後者にあったと考えられる。奇跡や生意物を攻撃し、それらを軽心者たちの想像力に介している。哲学者は、 この区別を二重真理の説と名付け、ポンポナッチがアベロエス派から受け継いだと考える。ピエトロ・ポンピナッチ、イタリアン・フィロソファー・インスイクロ・ープディア・ブリタニカ、ハット・デ・サンクティス、イタリア文学史、上現代視聴者、1970年、P421。野田又夫、を、ルネサンスの思想家たち岩波新書、1963年、67から68、P。 デサンクティス、イタリア文学史、上現代視聴者、1970年、P171。ランゲ、唯物論史、第一巻春秋者、1929年、204、P。野田又、ルネサンスの思想家たち岩波新書、1963年、78、P。ランゲ、唯物論史、第一巻春秋者、1929年、 207P 野田又たをルネサンスの思想家たち岩波新章1963年 80B ありがとうございます